今回は、推しの子最終回、未期確定、に対する解説と、ネットの反応をお届けします。ついに推しの子が最終回を迎えたんだけど、ツイッターでめちゃバズってる割にはツイート内容や掲示板の書き込みが微妙な結果に。多かったのが、最終回が期待外れだった。2期はつまらない、って意見だったね。2期はわかってることだから別にいいとしても、最終回なんであんな構成にしちゃったんだろうね。絶対、あんたの推しの子になってやる。バーン、メフィスト、のイントロが流れてエンディング入りだと思ってたのに、肩透かしだったね。その後、ちょっと長めの C パートで2期への引きを描くと思ってたよ。実際それで十分だと思うのに、なんでああしたんだろ。推測だけど、2期は面白くない、という情報がもう出回ってしまっているから。重曹ちゃん VS 黒川茜の対決を匂わせて続きが気になるような構成にしたかったんじゃないかな。あと、エンディングの映像を頭から全部通しで見せたいという大人の事情が絡んでたような気もする。確かに毎回、エンディング入りが神、と言われてた分、エンディングの映像は必ず歌い出しの部分からになってたもんね。でも、言っちゃ悪いけどそんなしょうもない理由で期待されてたライブと、あんたの推しの子、が流されたんだとしたら超がっかりだわ。まあ、推測だから実際のところはどういう理由でああしたのかわからないけどね。というわけで、この件に対するネットの反応をお届けするよ。速報、未期確定。知ってた。まあそりゃそうなるわな。逆にやらない理由が何一つない。最初から決まってたくせに。原作でも一期の部分はめちゃくちゃ面白かった。人気出たのは妥当。ただ続編やればやるだけ評判下がるかもね。かぐや様もそうでしたが、最初は面白いのに尻すぼみになるんですよね。オープニングの赤ちゃんがペンライト振ってる時点で合わないと判断した。アニメとして到底かぐや様には及ばない。漫画を超えられなかった。天才アイドル、とか、天才子役、役者、って設定はリアルな演技が乗っちゃうと受け入れがたい。後半突入してから世間の評判も良くなかったしだせいで見てた感じやな。それで2期とかマジなん。総集編以降一気に失速したよな。茜の話の引きがピークやった。有馬かなの声がもっと若くて可愛かったら天下取ってたキャラだったのかもしれないのに実に惜しい。重曹ちゃん声合ってなかったよね。ハンメグミ好きなんだが合ってなくて辛かった。僕やバノモエコはあんなに合ってたのに。ずっと70点くらいの面白さだったわ。星の3人にとにかく魅力がなさすぎる。結局重曹、茜だのに。やっぱりと思ってたけど鈴代マナ大幅カットで草。冒頭でビーコ町のステージ見るって言ってたアイドルその後出てこんかったな。原作だとルビーを見てアイドル辞める決心してなかったっけ？あれなかったな。あれで終わると思ったけどモブで終わるのも変やしな。アイドルがステージ見に行くシーンはあったのにアイドル辞めちゃうとこ全カットで悲しいわ。微妙に舞台編の話やるならあれ入れてほしかった。有馬の推しの子になってやるのとこで終わらせてエンディング後に舞台編の匂わせすればよかったのに。原作のピーク流して後半ダラダラってヤバいでしょ。重曹ちゃんの渾身の宣言シーンが特に見せ場でもなんでもない感じにあっさり流されてて笑った。これ構成完全にミスってる。あんたの推しの子地味すぎんだろ。重曹ちゃんのタイトル回収ってなんか重要そうだったけど意味あったか。原作者が前から決めてたわけじゃなくその場の勢いで言わせたって言ってるから何の意味もないで。ライブのとこがピークのはずだったのに。ライブシーンあんま盛り上がってなくて草。原作が強すぎたな。最終回までは原作はともかくアニメの出来は完璧に近かったが最後のライブ演出だけはいまいちやったな。なんかライブシーン思ってたより微妙だったな。作画は頑張ってたんだけど。重曹ちゃんの回想とかぶせちゃったから消化不良な感じになっちゃったね。 A パート重曹の回想メイン、 B パートライブがっつり、 C パート2期への引きでよかったじゃんね。久しぶりに動画工房の本気を見た気がする。おさまけなんてとんでもない出来だったからな。動画工房復活とよく言われとるけど作画や演出はぶっちゃけそこまでいいとは思わんかったわ。企画対象がおさまけだから補正入ってるやろ。そもそもちいかわで異次元級の大ヒットしてんのに復活も何もないやろ。動画工房にしては頑張ってたけど最終回えげつない作画監督の数でヘロヘロやったな。もっと作画コスト高そうな舞台描写が心配。最終回だからって1期と2期のつなぎの地味なパートを無理やり盛大な前振りみたいな演出してて笑った。そんで結局面白かったん？最終回はつまらんかった。全体で見たらまあまあ面白かったよ。まあ初回90分成功させてるだけすごいわ。来期のライザ初回1時間とか絶対つまらん。これはある。90分にしたのはマジで有能。確かに1話は完璧やったな。7話めちゃくちゃおもろかったわ。
不気味なエンディング曲のイントロと愛を演じる茜の存在感が合ってたよな。アニメで鳥肌立ったの久しぶりだった。面白い面白くないは個人の感性やが、制作が気合入ってるのは伝わった。作画は今期でもトップクラス。芸能界の闇みたいな評判が良くなかったわ。ただ可愛い女の子が出てくるアニメやん。こういうのでいいんだよ。わかる、明らかに売り方間違えてるよな。芸能界の闇って聞いてたから、闇金牛島くんの楽園編みたいなの予想してた。違いすぎてびっくりした。芸能界の闇って割には薬とかはともかく、いじめとか喧嘩すらないやん。もっと蹴落とし蹴落とされてないの。登場人物全員良い人すぎて全く闇を感じなかった。面白かったけど、ただの青春恋愛アニメって感じ。良くも悪くも見やすいよな。全部キャラがいちいち説明してくれるから、作業しながらでも話はわかる。結局何が復讐だったん？2話から11話でただ女とイチャイチャしてただけ。マイホームヒーローのが復讐してたわ。最終回終わったし、原作読んでもいい？それとも2期まで待つべき？アニメで見る方がいい？原作は舞台編からガチでつまらんくなるから、どっちでもいいぞ。1期がピークなんか。舞台編って地獄みたいなつまらなさだった気がするんやけど、合ってる？舞台編アニメだとかなりダラダラやろな。1期はハイテンポなところが話題性的にも受けたから、2期のテンポは難しそう。言うほど1期ハイテンポだったか？ B4 のダンスとか重曹の昔の歌とかダラダラ垂れ流し状態やったやん。2期はほぼ 2.5 次元になるのか？原作だとめっちゃ尺使ってるよな。2期ってことは多分8話ぐらいまで同じ話だしな。後半は復讐劇も動くんやが、それがどう出るか。でもアニメにした時の伸びしろあるのも 2.5 次元変な気がする。作画頑張って動かせば盛り上がりそうだけど、息切れしたら説明多めのクソショボになってクソ叩かれそう。舞台編アニメにしたら、演技がどうの、演出がどうの、原作者との確執がどうの、グダグダになるやろ。そもそもほぼ本筋に関係ない話やし。舞台編の本番また70分スペシャルで1話にまとめそう。舞台編思ったより長いぞ。70分じゃアビコ先生すら終わらん。2期序盤は漫画家の喧嘩やから、あの辺はテンポよく消化せなやばいやろな。舞台編はつまらなくはない。一番いらん話はコスプレイヤーと揉める話や。 2.5 次元編はアニメ映えはしそう。正直原作やと面後の画力が 2.5 の表現に追いついてなかった。わかる。有馬かなとメガネの男の演技がすごいんですよってシーン、ギャグにしか見えんかった。舞台編って謎に評価低いけど、全体で見たら面白い方やろ。茜もビーコ巻き加入するん？しない、アクア茜重曹が一緒の舞台出るだけ。1期と同じペースなら2期はここで終わりや。両目万華鏡開眼してるやん。九州編までか。ここまでは良いけど、この後の中堅編がつまらなすぎる。わいは、あんたの推しの子と同じくらい死体発見からのルビー闇落ちが好きだから、2期は最後だけ楽しみだわ。というか2期ルビーマジで出番ないけど大丈夫なんだろうか。2期いつ放送するかは未定なんだな。なんならもう決まってると思ってたわ。11月のイベントで続報出して、放送は来年春あたりか。結局初回がピークで、その後はずっと微妙やった。基本おもろかったけど、好きあらば作者の言いたいことをキャラにペラペラ喋らせるのどうにかならんのか。そこさえなければ普通に楽しめたのにな。原作者の主張をキャラに言わせてる感半端ないからきつい。 Twitter のトレンドもごちゃんの勢いも微妙と思ったけど、去年のリコリコとかボザロの勢いがおかしかっただけなんよな。捨て間なしであの勢いは神だったな。社会現象って言ったもん勝ちなとこあるけど、ほんまに社会現象なら継続力あるから、こっからが推しの子の進化問われるとこやね。1話と7話に対しては文句なしだけど、それ以外は微妙だったという意見が目立つね。あとやっぱり最終回への不満ね。まあおおむね同意かな。特に総集編明けの8話以降は明らかに失速したね。良かったのはメムチョのこのカットくらいかな。だから余計に最終回に対する期待は高かったし、 PV であれだけ神作がと煽っておきながら蓋を開けたら、えっこれって感じだった。全力を出してこの結果だったんなら、やっぱり作る側と見る側に解釈違いがあったと思うのが妥当かな。鈴代真奈の扱いといい、重曹ちゃんの決めセリフの扱いといい、制作側が見せたいものと視聴者が期待してるものが乖離してる印象があったね。こんな調子で2期大丈夫なのかな。皆さんはどう思われましたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。